以上32名の選抜となります。これ以上何をどう変えたら選抜に入れるんだろうって、もうそこが多分もう分かんなくなりましたね。後輩より長くやってるのにもうダメじゃんみたいな、すぐ自分をダメダメ言って、当時もめっちゃ比べてましたね。1997年11月7日生まれ、7という名前は7日生まれに由来します。2人の兄と妹を持つ4人兄弟の3番目で、幼い頃は引っ込み思案な女の子でした。そんな奈々さんが最も慕っていた、投票してくれた皆さん、応援してくれた皆さん、そして待っていてくれた皆さん、本当にありがとうございます。この日は長時間のイベント、座っての対応も許されている中、奈々さんは10時間近く立ち続け、数百人の手を、ね、ごめんね、結構待ちましたよね。ダッシュなんですね。ですね、やっぱ待たせたくないので。さらに選抜メンバーとして多忙な日々を送る中、病気による摂食障害に苦しむ奈々さんにとって大きな問題が待ち構えていました。移動時間とか空き時間とか選抜メンバーになるとすごく増えるんです。奈々さんには全てを打ち明けてきた存在が。